シャドーバース。はい、ということで、本日もシャドーバースやっていきたいなと思いまーす。私、ゲーム実況者の秩序と申します。YouTube からご覧の皆さん、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いしまーす。ウキー嘘だよ、いいよ。なに？雑談込みだから別に。よいしょ、なんでもいいよ、好きに喋って。よいしょ。じゃあ行きます、ランクマッチ。あ、一応先に、デッキ見せとこうかな。デッキ見せとこうかな。おはよう !34 コインさん、35コインさんいっしゃい。ウィッチ8章が、全くクリアできません。あ、そうですか。残念ですね。残念ですね。これ私の、デッキがですね、これ、売れっ子 YouTuber ってデッキなんですけど、35コミさん、34コミさんいらっしゃい。めっちゃシコいらっしゃい。よいしょ、新年からシコシコしてんのか。このクソ野郎。いやー、優しい。これです。こんな感じでやってます。私のレシピはこんな感じです。これ今まだ調整中なんですけど、まあそこそこ勝てるかなって感じかな。またなんかこれね、こうした方がいいんじゃないとかあったら教えてくださーい。アイテムいらっしゃい。じゃあ、ランク回します。マスター今どんくらいおんのわかんないや。結構いるんじゃないのかしら。朝から見れてほっこりする？みんなお雑煮食べた？ゲイザーってなんか旨味あるんですか？ゲイザーはね、なんだろう、叩きにしてポン酢かけて食べると結構美味しいっすね。くにくにさんいらっしゃい。ちゃんとうまいこと、肉をほぐれさせないと硬くなっちゃうんですけど。44個目さんじゃ、なんでリセマレーに今さら。いいよ、おしょ、今度やってみる。ギザは強いよ。まあ、なんでかっていうと、スペルブーストがあるからですね。スペルブーストで、なんだっけ、ドロシーちゃんを使って、ゲイザーを引いたときに、いきなりゼロコスで引けるので、非常に強いし。よろしくね。よろしくね。ゾウに食べた。いいなぁ。美味しそう。今度やってみる。よいしょ。デビューして3日目なので、いまいちシステムがわかんない。まあ、慣れるよ、そのうち。よいしょ。スペルブーストっていうのがあってね。ほいしょ。スペルブーストっていうのがあって、これ。お、目上の方だ、目上の方。スペルブーストっていうのがあって、スペルを、使っていくと、ここのコストがどんどん下がっていくんですよ。めちゃ強い。ギーザーちゃん、マジ強い。ゼロコスになるでしょう。ぼっちブースト、うるせえ。ぼっちブースト、マジうるせえ。53個目さんいらっしゃい。ふい。こっちでいいかなー。ギーザーさんはまだ出せない。よいしょ、ほら。1になったんでしょ。コストがどんどん下がっていくんですよ。ほい。どんどんぼっちになっていく。うるせえ、マジうるせえ。マジうるせえ。いや、テンポも試したけど、なんだかんだ超越の方が勝率が良かった。そうなんだよ。今ね、テンポのね、対策が多いんそうね。なので、あんまり正直強くないっす。それ間違いないです。交戦したくねえなー。交戦したくねえ。ほい。とりあえず先ドローインかい。あー、進化したーい。先生、僕進化したいっす。まあ、しょうがないよね。はーい。パクッとしちゃい。マジックミサイルしちゃいますか。する必要性あるか。いや、する。ほい。ペット。そして、ドローです。で、ゲイザー出します。はーい。ミッチは？テンポウィッチ増えすぎたからメタデッキにいた方が勝てます。そうなんだよ。テンポウィッチめっちゃなんでかって言うとテンポウィッチ安いからね。作るのが。レジェンド3枚だけでいいから、初心者でも作れるからさ、カードなかったりする人。どうしても、多くなるんだよね。で、そのメタデッキとか、あと超越も、メタ、ある意味メタですから、パクッとしちゃい。はい、いっぱい出た。痛い痛い。62個目さんいらっしゃい。パクってしちゃえ。これランクマなんで、ランクマッチはね、おいしょ。人間です。残念ながら。残念ながら人間です。さあ、どうしようかな。ほっ！
しがない魔法使いじゃよ。もい出すわい。全部。さあどうしようかな、これをね。攻めよう。よっ。はい、明けおめです。ルーンとギーザーで、ね、超越の圧度とフィニッシャーに困らなくなって強い。そうなんだよ。超越が強いんだよね、ほんとに。あとなんだっけな、今強いの。超越もすごい強いし。あとはですね、なんだっけな。少し本気を出すでしょ。名前出てこなくなっちゃった。そんな名前出たくなっちゃった。農家ネクロかな。農家ネクロとか強いしね。ほいボン。どうしようこれ。2、3、倒しちゃうか。おいちょー、ホニラーさん、ミジャギーさん、ニューさんいらっしゃい。逃げる、おいしょ。サムニーは一緒に対戦して友達になっていく少年漫画設定ありますか。まだないっす。今後ある可能性はいくらでもありますけど、まだないっす。いや、みんな朝から元気なのに。私もそうだけどさ。みんな朝ばらから元気だな。好き勝手言ってんな。ええ、食いまんまやん。こいつ。すぐクイーン。ともっちさんおはようございます。いらっしゃい。ちょっと、早くドロシーちゃん聞いてほしいんだけど。すっごい魔法よっ。始めようと思って数ヶ月始めてないの。面白いんよ、シャドウは。逃げる。はい。面白いけど、まあ難しいよね。ほんとゲームが好きじゃないと続かないと思う。なんとなくやるには向いてないゲームかもしれない。もしかすると。頭使って頑張りたいみたいな。なんかそこまで本腰入れなくてもいいけどさ。覚えることいっぱいだから。なかなかね。はい、痛い。はい、痛い。死んじゃおう。おいしょー。来い来い、ドロシーちゃん。はい、ドロシーちゃん来ない。私は貴様らを許容し逃げる。そして、しかも復讐状態だから、これで終わっちゃう。遊戯王が出た。遊戯王がね、の方が、割と、なんだろう。何も考えなくてできるから、いいよね。いや、3パックあるからしんどい。73個目さんいらっしゃい。いけ、お前ええ加減にしなさい。あー、終わった。負けたー。負けたね。私の負け。負けまちた。先生、負けまちた。負けた。悲しみ。あ、3パックって、カードパックが3つあるからってことか。でも、構築済みもあるし、割とすぐどうにかなると思うけど、この、テンポウィッチがあるからさ、安いじゃん、テンポウィッチ、ほんとに。そんな課金しなくても、パパッと作れると思うけど。チャラララー、エルフの弓術。ドロシー引けないと終わる？間違いないね。構築パックは、チェックしないし。手加減なし。よいしょ。79個目さんいらっしゃい。よいよいよいと。できるの面白いですね。ちょっと待って、事故った。完全に事故。構築済みは課金だけどね。はい。でも、普通に課金するよりはいいんじゃないの、あれ。わかんないけど。あ、マシになった、マシになった。よかった。完全に死んだかと思った。でも、ドロシーがいない時点で死んでるようなもんだからな。はい、痛い。
ドロシーちゃーん、これがなんとかしないと。いろいろ攻撃責任感無駄に強いやつ。おすすめのパックは一番最初の基本パックっすね。やっぱあれがいいっす。よいしょ、ケルちゃんのプレミアのために3つ買うまである。これ何したら勝ちの？勝ったら勝ち、勝ったら勝ち。よっ、ペッドゥルー、よいしょい、しっかり魔法。ホルテはみんなのワンマン。あ、そうですか。どうしたの。まんまー、こっちくずめレジ入ってるから初心者にはありがたかったよ。だってさ、おすすめなんだって。うん、レジェンド入ってる。私は貴様らを許容し、お前か。おい、やめろよ。右ないよ。いっぱいの実行じゃ右ないよ。これこうだね。はい、書に記されぬ知識を求めて。求めちゃう。よいしょ、私は貴様らを許容し逃げれば。よいしょ、これ18。いっぱいのしっかり出た。ドロシー、いい加減にしろし。はっ、ただまあピンピン1残ってないとそこまで怖くはないんすよね。500で確定はありがたいよな。確かに、あれ買っとけ。買っとけ買っとけ、構築パック買っとけ。すっごい魔法、すっごい魔法、すっごい、すごいな。よいよ、どうしよう。興味深い。1足りない、ハイパー1足りないな。うわー、ハイパー1足りないよー。しがない、魔法使いじゃよー。若い頃思い出す。ハイパー1足りないんだよな。あ、ネイソンさんにさ、ユキンコさんにさ、何の構築にしよう。ね、見えないよ。いっぱいだけ、いっぱいだけ買いや、見えないよ。ルイさんやシャイ。よいしょ、パックのね、あれが入ってるやつ、なんだっけ。構築済み、ケルちゃんが入ってるやつ。なんていう名前だっけ。レリアビショップでもいいだって。みんなおすすめ教えてあげて。構築済み。全部買えばいいんじゃない。お年玉出たでしょ。私はこの年になって、お父さんにお小遣いもらって、お年玉もらったよ。びっくりしたよ。振り込んどいたぞ、つって。振り込んどいたぞっちゅうって、イケメンかよって思ったよね。どうしよう。魔力、忍ぶと、魔力、ドロシー。いやー、武闘ですな。武闘以外ありえない。そんなよいしょ、逃げれば切る。どうしよう。えい、覚悟はいいかしら。フェイスドラゴン高くない？フェイスドラゴンめちゃめちゃ高くない？逃げる。はい、お年玉あげる方でした。私もお年玉あげる方だけど、いや、お年玉あげる方だったら課金しようよ。その年代なら課金しよう。学生さんなら課金しろって言えないけどさ。働いてんだったら、自分が遊ぶものぐらい、ちょっとお金を払えって私は非常に思うんですよね。まあ、これは人によるけどね、無課金を楽しむって人もいっぱいいるから全然いいんだけど、私は社会人たるもの、遊ばせてもらってるんだったら金払えって思うタイプだからな。おい、お年玉あげる立場になっちゃった。よいしょ、どうしよう。ほい、ドロシーちゃーん。ドロシーちゃーん。ドロシーちゃんで、全力でいきます。ほい。110個にされちゃう。よいしょ。速度1本5000上限で大体課金をする。だったら、構築済み全部買えばいいんじゃないの。安いんじゃないの、構築済みって。ごめん、値段知らないけど。値段知らないけど、構築済みって安いんじゃないの？はい！よいしょー！これで終わりよ！終わりよ！お年玉ってなんだっけ？概念かな？
迷惑かけてごめん。勝ったかしら、勝ったかしら、勝ったんじゃないかしら。普通に行くよりは現実的に勝ったんじゃないかしら。もしかしてだけど、え、急に勝ち目、勝っちゃえ勝っちゃえ、おいしょー。ダメダメ、勝ったんじゃないかしら。私の勝ちました、イエイ。これで終わりよ。116位最下位。え、なに、あのね、ドラゴンってさ、ドラゴンってほんとさ、高いよね。強いけど。たった社会人たるもの、他に必要なお金があるわけで、ゲームにそこまで課金できないじゃん。まあ、確かに間違いない。一人暮らしとかマジお金かかるもんね。あと税金ね、ほんと。